本番いきます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よー、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。愛犬とのお散歩タイム、急な電話、急に荷物が増え、その間リードがとても持ちにくいなんていう場面に遭遇したことはございませんか？はたまた広い場所で愛犬と一緒にハンズフリーで散歩をしたいと遊びたいと思ったことはございませんか？今回紹介するワンちゃん用リードは、犬の引っ張る力を体全体に分散することでより高い安定性を保つことができ、ワンちゃんとのお散歩タイムをさらに快適にしてくれるであろう、ショルダー&ウエスト対応リードベルトを紹介します。開封の儀、こちらでございます。商品こちらです。めちゃめちゃカラフル。こちらのリード、長さは調整が可能です。こうすることで長くすることもできます。しっかりした作りです。手元で簡単に調節をすることができます。リード幅は 2.5 センチ。こちら自分に合わせて調整することができます。もうちょいきつい方がいいときは、はい、こんな感じです。思いっきり引っ張られても、で裏側ですね、弾力性のある素材が使われていますので衝撃を吸収してくれます。思いっきり引かれてもこんな感じでハンズフリーで散歩を行くことができます。また肩なんですけども、こういう感じで、こういう感じですね。もうちょい伸ばすか、こう紐が引っ張られます。ハンズフリーで散歩をすることができます。軽くて丈夫なリード、こちらリードの重量は 210g、 金属部分は全て軽量なアルミ合金で作られているため、飼い主と愛犬の負担は少ないです。金属の箇所はですね、4つのパーツがございます。こちらリードは高品質なナイロン製素材、またこの取り付け部は360度回転するアルミ合金のナスカンを使用。ワンちゃんの動きに合わせて自由回転、リードねじりや絡まりを未然に防ぎ、ワンちゃんも自由に走ったり歩くことができます。人とワンちゃん安心しよう。こちらリード、ワンダッチ装着が可能。ワンちゃんの首輪にですね、こちらを、はい、こんな感じですね。バックルにはロック、アンロックできるボタン仕様で、はい、こちらですね、ロック、ロックされて外れません。ロックを解除すると外れます。これでワンちゃんが誤って脱走してしまうハプニングもこちらで事前に防ぐことができます。またこちらのリード、高輝度反射材料の縫い目が入っています。夜間に光を反射してくれるため、夜の散歩も安心して行くことができます。超助かる衝撃吸収について、持ち手の裏側ですね、こちらの場所、なんと柔らかいクッション素材が使われています。これにより長時間の散歩でも手に優しく使いにくい仕様となっています。弾力性のある材質が使われています。また持ち手近くにはリーディングが付属、小物などをかけることができるため、一時的なリード固定をすることもできます。こういうなんかフックにこうやってかけることができます。はい、あとこのリードなんですけども、特徴的なのがこちらでございます。バンジーコードというものが使用されています。パッド
入りの持ち手が手や腰、肩、これらの圧力を軽減してくれます。特に長時間の散歩や突然リードを引っ張るワンちゃんにも効果的です。ハンズフリー対応とワンちゃんともに安心安全に使えるショルダー&ウエストリード、いかがだったでしょうか。こちら安心して長くリードを伸ばせるため、大きな公園はもちろん体への負担を抑えられるため、長時間のお散歩などにもとてもおすすめです。ちなみに車を利用している方はシートベルトの金具に差し込められる、こちらは持ち手なんですけども、ここですね、このバックルシートベルトに差し込むことができます。この金具も付いていますので、安心して長時間の移動も負担少なく連れていくことができます。今回紹介したこちらのリード、めちゃくちゃカラフルです。マカロンというカラーです。その他にもオレンジ、カーキ、パープル、ピンクのカラー展開がされています。こちらの商品興味ありましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。最近撮影も便利な広い公園を見つけたので、愛犬とお休みの晴れた日はこちらを使って楽しみたいと思います。本番いきます。広い場所で愛犬と一緒に、愛犬と一緒にウエスト、これちょっとあれ、ちょっとこちらです。チートベルトの